新しい景色を見続け、ここまで6度の防衛に成功。第32代 GHC ヘビー級王者、清宮海斗。 12.3 後楽園大会、パートナー中島とのデビュー15周年記念試合を制した塩崎豪。試合後マイクを握ると、清宮海斗のレーザー輝いてる GHC のレーザー、それをお前から取るのは俺しかいないよ。この日が来るのを楽しみにしてました。こうしてノアの未来を占う戦いが開戦。いくぞ。12.12 青森での前哨戦は塩崎に軍配。それでもノア最終戦の沼津では清宮が巻き返す。2020年開幕戦メインイベント、ノアの威信と至宝をかけた大一番。2020年ノアの20周年、この年に、そして 1.4 後楽園でやる意味というのが、ノアを決める大会だと思いますんで、 GHC を取るのは俺の使命だと思ってます。必ず取ります。よろしくお願いします。1月4日後楽園ホールを選んでくれた皆さんに最高峰の戦いを見せて、2020年20周年イヤーのノアも俺が引っ張っていくんだっていうのを皆さんにお見せしたいと思います。メインイベント、 GHC ヘビー級選手権、王者清宮海斗 VS 挑戦者塩崎豪。ついにやってきた。 GHC とは限界を超えた崇高なる戦いである。三沢さんと小橋さんによって吹き込まれた自らが持つレスラー像へのプライドを守るために、箱舟魂ここにあり。塩崎豪剣山、ノアで生まれ紆余曲折回り道もした。ノアの新しい景色は本来この男が見せるはずだった。清宮が作った景色をどんな気持ちで眺めていたのか。塩崎豪、遺伝子に刻まれた自由と信念の文字。新しいガウンをまとってリングに上がるアイアムノア、塩崎豪です。出航してから今年で20年、その歴史が詰まったベルトを持つのは23歳の王者であります。去年男は新体制の象徴として新しい景色を描いてきました。丸藤杉浦の壁を飛び越え、中島の蹴りをくぐり抜け、剣豪北宮の反骨の牙をへし折った。ベルトは1年間で6度防衛。今日塩崎を倒せばもうノアで清宮の前を行く者はいません。さあ20周年の箱舟の舵を握るのはどちらなのか。敵は塩崎豪にあり。
ノアの何たるかを知るあなたを倒してこそ新しい未来が見えてくる。あなたを倒して本当の頂の風景を俺は見る。塩崎が待ち構えている。さあ23歳清宮海斗、ノアで生まれた2人の果たし合い見よう。これが崇高なる GHC、 これがノアの 1.4 だ。ヘビー級選手権試合ベルト返還に立ち会うのは第6代 GH ヘビー級チャンピオン。2003年から2005年にかけて13度の防衛を果たした絶対王者小橋健太さんです。さあ師弟関係にある塩崎豪とがっちりと握手を交わしました。去年11月の両国大会からこの GHC ヘビー級ベルトのデザインが変わりました。さあ後楽園ホール、超満員札止め、1539人が見つめるメインイベント、いよいよ始まります。取ることがこの男の宿命、チャレンジャー塩崎豪。見せましょうノアの 1.4 をチャンピオン清宮海斗であります。 GHC ヘビー級選手権試合、清宮海斗7度目の防衛戦、挑戦者は4度目の GH ヘビー体感を狙う塩崎豪であります。塩崎は新しいコスチューム、このノアのシンボルカラーともいえるこの緑を基調とした新しいコスチュームであります。その覚悟の強さというものがうかがえます。くしくもチャンピオンの清宮海斗もグリーンを基調としたコスチューム、まさにノアで生まれた2人のぶつかり合いであります。さあ大量の紙テープが今撤去されました。いよいよこの純白のリング、ノアの 1.4 のメインイベントが始まります。2人の思いは一つ、ノアの 1.4 を選んでくれた人たちに最高のプロレスを。さて解説は佐久間和彦さんですが、佐久間さん、はい、まあ、この試合はノア20周年イヤーの鍵を握るのはどちらか、そういう戦いですよね。そうですね、まあ、去年1年間はね、完全に清宮がノアを引っ張ってきたと言っていいと思うんですが、そこにこうね立ちはだかった塩崎、こうタイトルマッチで戦うのは2人初めてですからね。そして塩崎が今日はこの緑のね基調としたコスチュームを背負ってきたっていうところが一つ心意気というのを感じますよね。まあ、どこか新しいガウンもその三沢さんをこう想起させるような、放送させるような、はい、そういう感じでしたよね。そうですね、後ろ姿がね、放送席から彼の後ろ姿だったんですけど、その姿がね本当にこう三沢さんのシルエットをね思わせるようなところがありましたね。そういう記憶とダブりましたが、さて小橋さん、はい、この今リングで2人の前に立ってみて、はい、この空気というのはいかがでしたか。いや、もう緊張感がもうビリビリ伝わってきましたね。やっぱりでもゴーのそのコスチュームが驚かされました。そうですね、はい、まあガラッとイメージを変えたとは申し上げてもいいでしょう。さあ2人の緑が躍動する、キープロック、アームロック、ここは冷静です。冷静にさばいていった清宮、2人が同時に立ち上がる、またアームロック、
でもノアスタイル、さあまだ攻防はついてます。バックエルボー、エルボードロップは不発。翔さん逆水平ブロックした。くるっと1回転、この辺の動きは小林さんいかがですか。いや、いいじゃないですか、2人とも、そうですね、よく相手を見てますよ、今序盤の動きですけど、アームドラッグの攻防がありましたよね、はい。まあ、三沢さんや小林さんもそうだったんですけど、ヘビー級の戦いでもそのね、ああいう動きがあるというのがノアの戦いの美学のある戦いの一つなんですよね。それをしっかり体現できる2人がね、このメインイベントのリングに立っているというのが、この20周年イヤーの一発目にふさわしいですね。そうですね、僕も三沢さんとよくアームドラッグの、はい、取り合いもやりましたね。まあ、こういう小さな一つ一つの攻防の中に、やはりこのノア生まれというね、そういった歴史が垣間見えるわけであります。基本的にはやっぱりそういう、ね、技を、ね、大事にしていかないとダメですね。そうですね、はい、はい、確かに。もう技はね、進化していってますけど、やっぱり基本的な技っていうのはやっぱり大事にしていってほしいですね、はい。やっぱね、美学のある戦いというのを掲げてますけど、そういうところですよね、美学と言える部分というのは、まあ、ただの激しさだけではないというのがやっぱりこの三沢さんや小林さんがやってきたノアの戦いだと思いますから、それがこのね、継承されていますよね。まあ、そういう意味ではこの塩崎剛はノアでデビューした男、そういった三沢さん小林さんからみっちりとノアというものを叩き込まれてここまで来ました。そうですね、剛は僕の付き人をやってくれましたしね。そうですよね、塩崎は GHC ヘビー級王座には2018年8月に杉浦に敗れて以来、およそ1年5ヶ月ぶりの挑戦です。取ればおよそ3年半ぶり逆水平です。およそ3年半ぶり4度目の GHC 体感となります。ドロップキック、ドロップキックで2人とも打点が高いですね。そうですね、そして逆水平食らわせました。たまらず清宮会長場外です。塩崎コールです。ここは塩崎コール。塩崎はタッグ王者ということもありまして、去年は一度も GHC ヘビー級王座に挑戦していません。満を持しての挑戦です。あーっと強烈。まあ、小林さん、はい、やはり塩崎今タッグチャンピオン、まあ、これも会長なんですが、はいはい、やはり GHC ヘビーにこだわってほしい、そういう気持ちあるんじゃないですか。いや、そうです ね、はい、タッグ王座、王者を、王者だから余計にシングルを狙ってほしいですね。塩崎の逆水平、快音が響きます。最近二冠王っていうのがいないですからね。二冠王、そうですね、はい、2つ持ってもいいじゃないですか、出ると、はい、どんどん狙っていってほしいなと思います。そうですね、はい、勝てば二冠王となります塩崎号であります。さあ塩崎がここで走り込んで2リフト。思えば塩崎が初めて GHC ヘビー級王座を取ったのは11年前の2009年6月、三沢さんが亡くなった翌日の博多大会でした。当時塩崎は27歳。そして今今月21日に塩崎は38歳になります。さあ、おーっと、パイルドライバーの体勢、いきなり危険な技を仕掛けていきます。5分が経過したところ、逆水平、おー、そのチョップをキャッチした。そしてアームブリーカー。この辺の対応、佐久間さん、はい、興味はいかがですか。あの、これかつて小林さんと三沢さんの戦いで肘を、ね、鉄柵にぶつけていくという、今なんかフラッシュバックしましたね。そうですよね、2人がね、その年齢的にその試合を知ってるかどうかというのはちょっとわからないんですけど、いや、まあ、清宮は三沢さんに憧れてこのノアの門を叩きました。まあ、そういう動きに関して話を聞くと、まあ、体に染みついているんじゃないかというのを話しています。さあ、ここはスリングショット、一転してトリッキーな動きです。ドロップキックです。清宮は去年目覚ましい活躍を見せました。2018年12月に杉浦から史上最年少でベルトを取ると、剣王、北宮、丸藤、杉浦、中島、そしてまた剣王と6度の防衛に成功しました。そして年末にはプロレス大賞敢闘賞、2年連続の敢闘賞を受賞しております。まあ、佐久間さん、はい、清宮の方ですが、今これ塩崎に勝てばですね、もう敵はいないという状況にはなりますよね、はい、そうですね、ノア内の敵はもういないと言ってもね、おかしくないですよね、
まあ、試合前この気合いのファイトに、まあ、去年もベルトを持って年を越しました。その去年との違いを聞きますと、まあ、やはりこのベルトの重みを知った、そして考え方も変わったと、さらにはこの 1.4 という数字も考えるということを話していました。今年はエースという座を確立させたいんだというふうに試合前話してくれましたが、佐久間さん、はい、やはりこの内面ですね、この辺も非常に興味が変わったように感じますね。そうですね、やっぱり本当にタイトルマッチを戦うごとに内容も良くなっていきましたし、またね、こう内面ですよね、っていうのも本当に成長してきたと思うんですよね。やっぱり試合をね、自分で、まあ、盛り上げていくっていうこともそうですし、こうやっぱノアのやっぱ象徴であるっていうね、自覚っていうものもね、出てきてると思うんですね。まあそういった意味でね、こう新しい景色って言葉を口にしていますけど、それはもうやっぱ彼がチャンピオンであり続ける限りこう更新されていくものなんですよね、その景色というのは。そういった意味でもね、ベルトを落としたくないっていうね、気持ちがすごく伝わってきますよね。客席へかわしました。さあここはしつこくいきます。腕を殺しに行く塩崎の右腕、このラリアット逆水平、全てはこの右腕から放たれます。それを殺しに行きます清宮海斗。皆さん、この辺の試合運びは23歳と思いますよね。そうですね、いや、いいですよ、まあ、この辺りも小林さんは、おっとラリアットです、まあ、基本に忠実なところですよね、はい、そうですね、相手の得意の右腕を殺していく、それはいいですよ。清宮はここまで快進撃を続けてきました。もう1年以上ベルトを持っております。しかしそれはまだ始まりに過ぎないんだと、さらに高いところを見据えています。さあ塩崎陽の逆水平です。塩崎はこう右腕が攻められる場面というのはやはり多いんですが、それでもこの右腕にこだわります。さあここで、すごい音がしている、マシンガン、小林さんの目の前でマシンガンチョップ。このマシンガンチョップ、小林さん、塩崎はもう完全に自分のものにしてますね、はい、そうですね、ね、僕のスタイルね、昔からのファンのみんなはねそう言ってくれるんですけど、新しくファンになってくれた人は、もうゴーのスタイルですから、まあ、そしてこう技、そしてね、精神を受け継がれていくわけですよね。さあフィッシャーマンバスター、これもエグい角度で落とした。そうです、それね、ゴーのスタイルを見たまだ若い人が、選手がまたそのスタイルをね、受け継いでくれればいいと思いますし、まあ佐久間さん、そういう意味では塩崎はこの団体が今変化していく反面ですね、まあ、ノアの伝統を伝えていく、はい、まあ、この残していく責任がありますよね。そうですね、やっぱりこう本当にデビューして、まあ、の間もない頃っていうのは小林氏のコピーだっていうね、言われるようなことがあったんです。それがやっぱり磨き込んでいったことによって自分の武器だということをね、印象付けられるようになってきているというのがいいですよね。人にね、こう何かを言われたから形を変えるというのではなくて、それを貫いていって自分のものにしていくっていうのはやっぱり大事なんですよね。やっぱり清宮もね、チャンピオンになった時にはまだまだ足りない足りないっていう言われて、それによってね、こう何かを変えるというよりも自分を磨いていくことによって周りを変えていくっていうことですよね、はい、それがやっぱできてますよね。さあミサフリップ、そしておっとミサイルキック。ここはいつもはウルトラタイガードロップに行くんですが、はい、変化をつけましたね。そうですね、意表をつかれましたよね。変化をつけないとやっぱりね、相手はやっぱりよく知ってますから、まあ、特にこの GAC の戦いはね、はい、さあ試合10分が過ぎております。ここは意表をついた攻撃でチャンピオンが制しました。ただ塩崎は今好調です。 GAC タッグ王座3度防衛中、また12月の後楽園大会ではパートナーの中島勝彦を死闘の末破りました。まあ、小林さん、はい、あの中島との試合、素晴らしい試合だったんですが、はい、あの試合で小林さん張りのムーンサルトプレスを解禁しましたよね。いや、ムーンサルトいいですよ。ゴーのムーンサルトは綺麗ですね、綺麗で重みがあるんで、どんどん使っていってほしいですね、はいはい。まあ、佐久間さん、はい、あのムーンサルトが一つここもポイントになりそうですよね。そうですね、まあ、今日もね、やっぱりここぞというところに出してくると思いますので、やっぱりいかにね、こう勝負を決める場面で出せるかですよね。出させない展開に清宮としては持っていきたいでしょうからね。
キエリアがトップロープでやっています。背中を見せている塩崎が振り返る。ここへ水谷に来ました。さあくしくも同じグリーンのコスチュームの2人、純白のマットでこのグリーンが生えております。ノアの 1.4、 この日を選んでくれた人たちに最高のプロレスを見せると2人は誓っています。さあここでバックに回る清宮がまた腕を取った。おっと左のエルボーです。左のエルボー顎のあたりを捉えました。逆水平走り込んでいくよ。清宮追撃、清宮のフライングフォアアーム、そしてトップロープの上に乗せます。思えば清宮塩崎とは2年前に初めてのベルト GAC タッグオードを取りました。しかし2020年の清宮海斗はあの頃の清宮海斗とは違います。この両者最近の対決では2018年11月のグローバルリーグ公式戦で対戦しまして、その時は清宮が塩崎を破っています。さあ塩崎を投げた、ここ投げて伸ばしていった、強引に上げていきましたが、小橋さんこれは強引でしたけど、これ面白いですよ。そうですね、これは強引、最後まだ正解なのかどうか分かんないですけど、これは面白い、また一つのムーブですよね。まあ、ただやはりその流れは変えますよね。そうですね、上半身の力だけで上げていきました塩崎を。吹っ飛べ、左アウト、場外に追放するラリアット。おっと、い狙いますかね塩崎や。さあ場外弾狙っていくのか塩崎や。ロープへ飛んでいった、トップロープを越えていった。塩崎を静観の表情、目がギラリと光りました。場内は塩崎コールであります。いや小橋さん、塩崎気合入ってますね。そうですね、いいでしょう。塩崎の GAC には全てを出し尽くしたその先がある、その先を今日は見せるんだと言っていました。まだまだここは GAC の入り口に過ぎないのかもしれない。ここから2人の戦いが加速していきます。持ち上げていった、おっと一旦空中で静止した。何を見せるか、おっとストダウンパワーボム、たっぷりとためを効かせた。すごいパワーですよね。ちょっとこう気持ちの入り方がもうこれ尋常じゃないぐらいですよね。ちょっと清宮が気持ちでも押されてますかね、いや塩崎のね気迫がやっぱ本当にすごいですね。15分が過ぎました。逆水平です。さあなぎ倒す、殴るような毛先にチョップ。いやー小林さん、いろいろちょっと意識が吹っ飛んだかもしれないですね今、気持ちが乗ると技は破壊力が増すんですね。そうですね、すさまじい毛さぎりチョップ引きずり落としました。そしてラリアットをかわした。おっとクルスフィックス、横十字固めから、おっとここでジャパニーズレッグロールキャッチ。おお、いいでしょ、いい、非常にいいこの流れだったんですが、おおドロップキック、カウンタードロップキックです。高い位置だが今軌道が変わりましたね今ね。このドロップキック、そして人間鏡ジャーマンスープレックス、素晴らしい今のジャーマン、清宮も負けていない。1年ベルトを守ってきた、さあその防衛ロード、最後の
相手、最後の相手と言ってもいいかもしれない塩崎剛。ちょっとまだ仕掛けが早いですよね。そうですね、タイガースープレックス体勢です。ここは塩崎も警戒しています。一進一退、危ない。ブーメランフォアも狙いましたが、それを予知して下から対空ミサイル発射であります。おっと担ぎ上げました。そして自分はロープに覆っていきます。サードロープ上、また危険な技を仕掛けてきそうだ。危険を顧みない、危険を顧みない、これがノアのプロレスだ。しかし、あっと脱出しましたね。脱出した清宮海斗が逆に首に腕を巻きつけて流れ式で出して抜き、清宮が逆転。さあ抑え込んでいったぞ。どうだ佐久間さん、清宮も非常に落ち着いてますね。いやそうですね、まあ、正崎がねものすごい馬力を見せてるんですけど、それをこうしなやかさも利用しながら返していますよね。確かにその通りですね。ああ、ジャーマンちょっと頭を打ったが正崎、しかし立ち上がった。ラリアットは空を切る。おお、悲しい。垂直に落としています。正崎立ち上がる、ブロックした左のラリアット、しかし塩崎も倒れ込んでいます。 GHC ヘビー級選手権、清宮海斗7度目の防衛戦。さあここからです。 GHC はここから、そうですよ、そうそう、これからですよ。ゴールもね、去年言ったんですよ、僕が GHC のチャンピオンだった時、36歳だと。お前はこれからなんだ。なるほど、うん、まだ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 収録する人じゃないと。そうですね、もっと前に出ろと言ったんですよ。塩崎は今月21日に38歳になります。まだまだです、まあ、本来なら小林さん、はい、この塩崎が今の清宮の存在になるはずだったんですよね。そう、そうですね。さあドロップキックだ、2人が行くぞ。あーっとゴールフラッシャー、凄まじいゴーフラッシュ。今のも勢いがすごかったですね。さらにつける感じがね、何か空中で振り回したような。今日はなんか一つ一つの技の気持ちの入り方が違いますよね。荒々しさもね、ありますよね。いいですよ、塩崎を取れば4度目の体感、3年半ぶり。さあこれリストをクラッチ。ノアで生まれた時から塩崎をこの GHC を取る宿命にあった。今エルボが鋭角的に入りましたね。腕にリミットブレイクは2発。塩崎も歯を食いしばって、あー水平、打ってこいという、打ってこいという23歳のチャンピオン。20分経過、素敵なチャンピオン、耐える、この受けの美学、これがノアだ。わあ、体いった、避けない清宮、エルボースマッシュを合わせる。清宮ロープへ止め、ラリアットいった。塩崎ラリアット一戦返しました。もう決まってもおかしくない一撃ですよね。おかしくなったカウンターですしね。小林さん、塩崎次は何がありますかね。はい、次はモルタックになってもいいじゃないですか。モルタックになってもいいですし。なるほど、モルタックになってもいいですよ。ここは大事な場面です、塩崎。ここは大事な場面、何を選択するか。そうですね、塩崎は行きますか。ムーンサルトに行くのか。これはムーンサルトの準備。拳を作った小橋さんのようだ。さあここで行くぞ、塩崎をムーンサルトかわされた。清宮やっぱね、これは食らっちゃいけないというのは分かってますよね。
小林さん、はい、本当にこの大きな賭けだったと思うんですけど、そうですね、まあ、かわされましたけど、まあ、まあ、思い切った攻撃ですからね、うん、しょうがないです。そうですね、まあ、もう一回、そうですよね、もう一回作り直しですよね、うん、そうですね、塩崎の方としては、興味はこれ今危険を逃れたわけだから、ここで勝負かけないといけないですね。清宮もまだ朦朧としています。先ほどはもう薄れゆく意識の中でレスラーの本能でかわしたんでしょう。朦朧としている、ちょっと目がうつろになっている。塩崎もロープにしがみついて、さあこの2人がエルモバッター誘致です。おっとラディアットがいいのが、塩崎が強引に、おっとおっとスリーパースープレックス、変形でしたか、スリーパースープレックス、ノアの歴史がダブル、ノアの歴史がダブル、ラドラステック顔面、これは高い高いと思ってくわ。しかし塩崎倒れない、もう一本勝った、突き刺した、いくか、23歳のチャンピオン、うわー塩崎が、あーリミットブレイク切り返す、あー変形のエメラルドブロージョン、上になったのはチャンピオンだ、どうだ、返した佐久間さん、いかがですか。いや今のね攻防を勝つところが清宮がこの防衛ロードを築いてきた強さなんですよね。ここで負けちゃいけないという、もう攻防を勝ってきてるんですよね。そうそう、ここから清宮はもうやっぱフィニッシュの流れに、ね、持っていきたいですね。これは清宮海斗防衛ロード、その時に何度も見た流れ、あーいったータイヤースーパックスホールド、塩崎返した返した、後楽園ホール、地鳴りが響いている。今のね決まらないのはちょっと清宮痛いですけど、もう続けるしかないですよね。ここは行くしかない。さあ塩崎どうか、チャンピオンが見下ろしている。清宮行くしかないよこれは。もう一発タイガースープレックスしかないでしょう。塩崎ノアで生まれた2人、ノアで生まれた2人がノアの 1.4、 あーっといった、あーっと捕らえた、ラリアット、これ大事な攻防になりますね。ここは大事です。ここはさあ、ここが明暗を分ける。塩崎崖っぷちに立たされた、徳田原に足が乗っかっている。しかし耐える、耐える清宮が小刻みのエルボー。23歳強くなった、この1年本当に強くなった、うん、心が折れない。25分、ノーミスな25分が過ぎ去った。あーローリングエルボー、なんかもうとっさに体が動いたような感じの今の動きでしたね。さあ、サンバリのローリングエルボー、体が動いたか。さあ塩崎豪が吠える、うわーリミットブレイク、リミットブレイク完璧だ。ダメだ、チャンピオンまだ終わらない。さあここからだ、ここからが GAC、 サリア GAC の領域に踏み込んでいく。塩崎が握り拳、剛腕を叩き込む、あー立ち上がる、清宮立ち上がる。さあ毛下げるチョップ、うわっ、おっと左右のハンマー、ブリーダーハンマーみたいな、力任せにいく、うわっと
塩崎がねじ伏せる。塩宮時代が続いてきた。ある意味ではこの塩崎豪は最後の砦。ノアで、あっと清宮がヘッドバット。ああ、ショートレンジ。ゴーワンラリアット。ああ、決まらない。これも決まらない。小林さん、はい、今ベストな形で剛腕投げやって決まりましたが、そうですね、これはもう清宮の粘りを褒めたいですね。そうですか、うん、塩崎やっぱりもう一発ムーサルですね。あ、そうですね、塩崎はここで意を決したら行くしかない、これしかない。ああ、ちょっと足を踏み外した。しかし行く。ノアはお前だ。塩崎豪メインセント。清宮海斗敗れたり。塩崎豪が勝ちました。タイトル移動。清宮海斗。ついに王座から陥落です。いやー、佐久間さん、はい、もうちょっとしびれが止まらないような、そうですね、終盤でしたか。もうやっぱ最後はね、正直もうダメージがあったと思うんですけど、ここで決めるしかないという思いですよね。その魂が乗ったムーンサルトだったような印象を受けましたね。それに関しましても大変な戦いでした。清宮海斗が7度目の防衛に失敗。1年間守ってきた GHC のベルト、これを塩崎に明け渡しました。さあ、小橋さんが今放送席を離れて、ベルトをまな弟子の塩崎豪に授与します。思いごとこの GHC のベルトを受け取りました。そしてお聞きください、カイトコール、敗れたチャンピオン清宮海斗もこの大歓声であります。これね、素晴らしいチャンピオンだったという、ね、この防衛ロードに対する思いのコールですよね。いや、本当に彼はここまでよく走ってきました。はい、もうこれは清宮にとってはね、目指すべき相手がまだいるというのは喜ばしいことだというふうにね、ポイント取ってほしいですよね。まだキャリア4年です。まだキャリア4年で1年間この団体を背負ってきた男、清宮がリングを後にしました。塩崎がおよそ3年半ぶり4度目の GHC ヘビー強座体感です。ノアの 1.4、ここで最後に立っていたのは箱舟で生まれた男、塩崎豪でした。
そしてこれがノアのノアの戦いです。やっといろいろ迷っておりましたけど、ノアに帰ってこれた。ここがノア、これがノア、これが日本一、世界一の戦いです。これが、これがみんなのノアのパワーです。このまま世界に持っていきましょう。ありがとう。希望が思いの丈を叫びました。佐久間さん、はい、まあ、この塩崎のノアに帰ってこれた、うん、これはちょっと胸打ちましたね。そうですね、うん、やっぱりね、一度こう団体を離れた後、思い切って自分がノアだと言えない、ね、塩崎本人がいたと思うんですね。それをね、やっぱ清宮が引っ張ってきた、そうじゃない、やっぱり俺なんだっていう思いをね、させてくれたのが清宮だと思うんです。そしてね、今日このコスチュームからもね、その気持ちが伝わってきましたし、最後のファイトもね、完全にこう俺がノアだと見せるという試合をしてくれましたよね。はい、小林さんは今の言葉どういう風に聞きましたか。いや、今ね、佐久間君が言ったように、あの、本当に一気に離れた試合があって、本当に胸を張ってもう言えなかった時期ってあったと思うんですよ。このね、迷い考える時間が彼を成長させたと思います。だから今があるんです。人間苦しんで悩む時あります。でもこうして答えが出ると、これから本当のゴールの時代を作っていってほしいなと思います。塩崎剛がおよそ3年ぶり4度目の CHC ヘビー級王座戴冠です。さあ、満員のファンが総立ちで塩崎に拍手を送ります。 GHC ヘビー級王座は彼の人生の全て、そう言ってもおかしくないベルト、初めて取ったのは11年前2009年6月、伊沢さんが亡くなった翌日の博多大会でした。まあ、小林さん、はい、GHC のヘビーを目指して彼はここまで、はい、レスラー人生歩んできたと言ってもいいですよね。そうですね。いや、本当にね、ゴーは本当に伊沢さんが亡くなった翌日、本当に運命的な GHC をやって、本当に、ね、よく頑張ったと思います。そうです ね、あれから本当に10年、本当にまだこうやって GHC の、ね、伝統を巻いた、本当にね、彼が苦しみ悩んできたことも分かります。本当に良かったなと思います。でもこれが終わりじゃない、これから時代を築いてこそ僕は言ってる意味なんです。そうなんですね、はい、塩崎は ここまで3度取りましたけれども、時代を築くには至りませんでした。防衛は最初に取った時は1回、2回目が3回、そして3回目が1回と、ここから塩崎の本当の時代を築いていくことになります。さあ、塩崎が今放送席の目の前、塩崎にレスラーとしての誇りを与えてくれた小林さんとがっちり握手。おめでとう。いいじゃん。ベルトがよく似合います。塩崎を今小林さんと握手。新しいベルトもよく似合うね。そうですね、
竹馬さん、はい、何かこの1年ノアを見てきた我々としては、何かこの塩崎豪が巻いたこのベルトの姿、これは非常に新しい景色に見えますね。あの、まあ、試合中から塩崎コールも多くて期待感がすごく大きかったんです。それはやっぱり期待に応える内容で結果も残した。この先もですね、さらにね、この歓声をもっと大きなものにしていくっていうのがね、塩崎が与えられた使命ですよね。そうですね、はい。まあ、小橋さんが言うようにこれからが塩崎コールのスタート、まあ、清宮海斗が作った新しい景色、はい、その先を見せていくのが、まあ、彼の使命ですよね。そうです、もうこれ、これから期待をね、しっかりと切り入れてほしい。そうですね、切り入れてほしいと思います。はい、塩崎がありがとうと叫んで会場を後にします。